あ、これは楽しい。コーナーリングもキラキラだし、直進安定性もすごくいいし。はい。あ、速っ。じゃあ YZF-R25、 はい、ひろきさんのバイクですね。これから試乗させていただこうと思います。で、2021年モデルなんですけれども、艶消しの黒ですよね。で、オーバーレーシングのスリップオンマフラーが入っていて、レバー類が変わってんのかな、左右。そうですね、そうですね、アジャスター付きのレバーになって、スマホホルダーが付いてると。こんな感じですかね。そうですね。で、レッドバロンで、登録されてないやつを新車で買ったということで、まだ走行距離200キロらしいです買って3ヶ月経ってるのに200キロってどういうことなんだろうっていうのを置いといて、はいまあ3台持ってるとそんな感じですよね、はい、で、 R25 はちょっと事前に調べたら 35PS ですよね。馬力はトルクが25ニュートンメーターだったと思います、記憶としては。で、シート高780だったかな、はい、だ、足つきはいいはず。で、フロント倒立フォーク、ABS 前後入ってて、ディスクですよね、うん、見やすいね、反転、白黒液晶。で、あ、ヤマハっぽい、これ、スターターが上にすると切るでね、下で、はい、かかりました、エンジン。はい、じゃあ、ちょっとレーシングの、オーバーレーシングの音、聞いてみましょうか。はい、こんな感じです。めっちゃ美しいね、作りが、オーバーレーシングは。はい、じゃあ、行きましょうか。はい、回転数は今、7市で何千回転縛りですか？いや、縛らんでいいですよ。マジですか？気にしないでいいです。じゃあ、お言葉に甘えて。はい。じゃあ、クラッチは柔らかいね。あ、すんごい柔らかい。はい、速入れました。じゃあ、行きます。じゃあ、行きます。おおおお。あ、かなり滑らかに回るんですね。ええ。あ、2気筒のパラツインだから、もう少し鼓動感あるのかと思ったら、めっちゃスムーズ。タンクホールドめっちゃしやすい。うん。まあ、前傾は前傾ですけど、そんなにすごい前傾って感じもしないかな。どうだろう。また僕が乗ってる R1200RS とは違った感じの前傾ですね。ハンドルが近いんできつくないのかな。コンパクトですごい曲がりやすい。なんか我々の世代だと 250cc フォーストって4気筒のマルチエンジンの1万4000回転とかカリカリに回るエンジンを想像してたんですけど、やっぱこう乗りやすいですね、ツインエンジン。サスペンションはそんなに硬くはないけど柔らかくもないから多分いいんじゃないのかな。ブレーキね、まだ当たりがついてない感じしますね。そうですね、うん、ちょっとまだ効きが弱いからこれからな感じがします。はい、ミラー左右めっちゃ見やすいです。純正ですよね、これ。そうです。はい、すごいタンクホールドしやすいから曲がりやすい。あ、これは楽しい。なんか僕のイメージ的には R25 はなんていうのかな、カリッカリの SS じゃなくて、ツーリングもあの峠も全部ちょうどこなせるバイクっていうイメージだったんですけど、でも思ったより結構スポーツ走行面白いですね。 CBR の 250WR とか、ZX25R でしたっけ。エンジンのカリカリさはないんだと思いますけれども、うん、そうですね。でも新車価格20万ぐらい違いますから、はい、これでね、オールマイティにこなせてこれだけ峠でも楽しめるって言ったら、やっぱこう初めてバイク買う若い人はこの R25 買うのを、うん、納得できますね、うん、自分のね、娘がバイク乗りたいって言ったら、最初の1台これを勧めるかな。バイクの運転の楽しさも覚えられるし、本当、ロングツーリングも行けるし、峠も楽しいし、ああいうカリカリのバイク乗る人は、まあ、サーキット行けばいいのかなと思うんで、やっぱヤマハさんはそういう層をちゃんと狙って
バイク作ってるんだなって分かりますね。これ思ってたより結構エンブレのバックトルクきつめですね。これで、60万円台ですよね、新車価格。そうですね、あの外観ちょっとじっくり見ましたけど、本当ヤマハのスタイリングの綺麗さと作りもすごく良くて、値段もね他メーカーの競合車種と20万円も差額安くて売れてるの分かりますね。 R25 なんか調べたら、今年でもう10年経ってるらしいんですよ、リリースされて。で最初は海外で2年ぐらい前に先行されて販売されたみたいなんですけど、10年売れ続けるのが分かりますね、これね。あの、うん、若い子が本当初めてのバイクとしてこれ買うのもいいし、リッターバイク乗ってて、ひろきさんみたいにね、あのピンクも買ったんだけど、ちょっとピンクだと高速乗れないしっていう人は、さらに増車で3代目 R25 買うっていう人もいるしね。レッドゾーンが何回転だ、1万4000回転ぐらいですかね、多分そんなもん。あ、めっちゃ回るんだ、1万4000回転も回るの。コーナーリングもヒラヒラだし、直進安定性もすごくいいし、まあ、4速で50キロ弱でもうしっかり加速していきますね、はい、上り坂で。いや、こんなに滑らかでスムーズなんだ、びっくりした。さあ、なんとなく、10分ちょっと走って分かったんですけど、R25 これね、一言で言うとやっぱり初めの1台かな、免許取ってバイク何買いましょうって相談されたら YZF-R25 いいんじゃないのってこう言えるバイクかなと思います。よいしょ、ほら下りのコーナー、フロント荷重でめっちゃ曲がりやすい。危ないな、あの人。ほんとね、なんちゅう運転するの、こんな前詰まってるのに。教習所でタンクホールドってよく言われるけど、これもう自然とタンクホールドできますね。そうなんですよね。3速下りよいしょ、はいはい。いやー、エンブレ効いて曲がりやすい。じゃあちょっと、はい、あー早っ、十分早い。いや 250cc らしいんですけど、十分速いですよ、楽しい。なんていうのかな、これ大型バイクでここまで引っ張ったらもう恐怖でしかないんですけど、これは楽しい。これの風防って役目果たしてるのかどうか、どうなんでしょうね。もうこういうことになれば果たすんでしょうけど、多分風は大した軽減はされないですよね。そうでしょうね、これぐらいのスクリーンだと、まあまあサーキット行ってね、本当にタンクに顎乗っけるぐらいじゃないと。いやでも意外に35馬力って思ってたよりも速かったです。だってハンターカブが9馬力ぐらいじゃないですか。ああ、そうですね、はい、35馬力あるんですもんね、よくよく考えたら。ただやっぱりね、手が疲れる。そうね、確かに。はい、おじさんにはちょっと疲れるかも。じゃあちょっともう一回だけ最後に、十分速い。 YZF-R25 と、CBR2 ダボ、あと ZX250R、 こうスペックだけなんていうのかな、テーブルに並べて見ると、R25 がなんかちょっと見劣ってる感じするじゃないですか、馬力的にも。確かに、だけどね、そんな関係ないですね、こんだけ速ければ十分でしょって。それ以外の乗りやすさとかね、こう長距離も乗れる、ツーリングもできるみたいな、そういったところ考えるとやっぱり、最初の1台にはこの R25 をお勧めしたいな。じゃあね、最後締めていきますけれども、まあ、さっきから何回も言ってるように、この YZF-R25 ですね、私がお勧めしたいのは、まあ、バイクの免許取って1台目に買うバイク、これはね非常におすすめです。値段的にも非常にね魅力的な値段ですし、スペック的にもすごくちょうどいいし、全然物足りなくないと思います。
見事に誰もいない。本当ですね。こんなの初めて。はい、ニュートラルめっちゃ入れやすい。スタンドも出しやすい。あ、でも結構出てますねこれ。そうなんです。バイクこのね悪い顔。